1939年のニューヨーク・バンコク博覧会で展示される M1 形状機器官社1939年のニューヨーク・バンコク博覧会で展示される S1 形状機器関車ペンシルバニア鉄道は1846年に設立されたアメリカ合衆国の一級鉄道である。本社をペンシルベニア州フィラデルフィアに置き一般的にペンシーと呼ばれていた。 PRR は20世紀前半の期間中、アメリカ合衆国において輸送量及び収入において最大の鉄道会社で、また一時期は世界で最大の株式公開企業であった。その規模が最大の時期には約1万マイルの鉄道路線を抱え、1920年代には路線長が近いユニオンパシフィック鉄道やアッチソントピカ サンタフェ鉄道などと比較して、貨物の輸送トンマイルにして3倍の輸送量を持っていた。最大のライバルは、ニューヨークセントラル鉄道で、ペンシルバニア鉄道の4分の3ほどの輸送量であった。その歴史の中で、PRR は少なくとも800の鉄道会社と合併、あるいは株式を保有していた。PRR は、今でも配当金の最長連続支払い記録を、 持っており、株主に対して、毎年の配当金を100年以上継続して、払い続けていた。ある時期には、PRR の予算は、アメリカ合衆国の連邦政府の予算より大きかった。また、最大の時期には、約25万人の従業員を雇っていた。第二次世界大戦後、自家用車の普及と、航空路線の拡大により、鉄道需要は、減少期に突入した。 1946年 PRR は創業以来初めて赤字決算となったその後も業績は悪化し設備の更新が困難となり営業に支障をきたすようになった1968年にライバルのニューヨークセントラル鉄道と合併しペンセントラル鉄道となったそして政府が保証していた2億ドルの運営資金融資の引き上げなどにより ペンセントラル鉄道は1970年6月21日に倒産保護の申請に至った。ペンセントラル鉄道の鉄道網のうち、存続可能な部分は1976年にコンデールへ移管され国有化された。長距離旅客部門はアムトラックに吸収された。1999年、貨物専業のノンーホークサザン鉄道と CSX トランスポーテーションの2社はほぼ同じ。 比率で、コンレールを買収し、ペンシルバニア州を横断するかつての本線を、含めかつてのペンシルベニア鉄道の路線の大半は、ノーフォークサザン鉄道の所有となった。PRR の車掌は、ペンシルベニア州省でもある、キーストーンに PRR の文字を組み合わせたものであった。色が付けられる場合には、明るい赤に、シルバーグレーの縁取りと文字になっていた。 ペンシルベニアは現代日本語ではペンシルベニアと表記するのが一般的であるが東欧項目では工学分野での関連を重視しペンシルバニアと表記するアムトラックのペンシルバニアンはかつての PRR の本線を経由してニューヨークとピッツバーグの間を毎日結んでいるペンシルバニア州はメインラインオブパブリックワークスの一環として ハリスバーグとピッツバーグを結ぶ鉄道を建設するために PRR2846 年に路線特許を与えた。ハリスバーグから西へ向かうこの路線はペンシルバニア州を横断して鉄道と運河で結ぶ本線の計画を完成させるものであった。フィラデルフィアの市政府から部分的に出資を受けた資本により本線の西側の部分の工事は1854年に 完成し、フィラデルフィアから州を横断してピッツバーグまでの鉄道の運行が可能となった。1857年に PRR は本線を州から買収した。この路線は今もなおペンシルバニア州を横断する重要な路線となっており、アムトラックのフィラデルフィアとハリスバーグを結ぶ主要路線で、またノンホークサザン鉄道のピッツバーグ支線の一部となっている。この区間には、 有名な鉄道史跡であるコース州カーブが含まれている。また、この本線沿線地帯には旧家や富豪宅が多いことからメインラインは富裕層を暗示する続語にもなった。1857年11月3日時点の PRR の地図1893年の PRR の地図1899年時点の東部の路線も1860年代初期。 PRR は、ノーザンセントラル鉄道の支配権を得て、コロンビアあるいはハリスバーグ接続で、サスケ花川沿いに、メリーランド州、ボルチモアまでの路線を得た。1871年12月1日、PRR は、ユナイテッドニュージャージー鉄道運河を借り受けた。これには、フィラデルフィアからデラウェア側の対岸にあるカムデンから、 ニューヨークからラルタン湾の対岸にあるサウスアンボイまでを結ぶ当初のカムデンアンボイ鉄道の区間やそれより新しいフィラデルフィアからトレントンを経由してニューヨークにより近いジャージーシティまでを結ぶ路線などを含んでいたフィラデルフィアにおける線路の接続はコネクティング鉄道及びジャンクション鉄道によって実現した PRR 参加のボルチモアポトマック鉄道は ボルチモアとワシントン DC の間を1872年7月2日に開通させた。この経路ではボルチモアにおいて市の北側へ向かう路線との乗り継ぎに馬車鉄道を利用する必要があった。1873年6月29日にボルチモアを従官してボルチモアポトマックトンネルが開通した。PRR は紛らわしい名前であるが、 ペンシルバニアアラインという名前の運行をペンシルベニア州コロンビアとの間でノーザンセントラル鉄道経由で運行開始した。この経路は従来の経路より54.5マイル長かったがボルチモアにおける乗り換えの必要がなかった。ボルチモアのユニオン鉄道は1873年7月24日に開通した。この経路はボルチモアにおける乗り換えの必要をなくした。 PRR はユニオン鉄道及びフィラデルフィア・ウィルミントンボールチモア鉄道と契約を結んでこの路線を利用することにした。PRR のニューヨークとワシントン DC を結ぶ列車は翌日からこの経路を運行し始めペンシルバニアエアラインの運行は終了した。1880年代初期には PRR はフィラデルフィア・ウィルミントンボールチモア鉄道の株の 過半を取得した。これにより、ボルチモアオハイオ鉄道は、フィラデルフィアまでの経路を維持し、そこで、レディング鉄道に接続してニューヨークまでの旅客列車、ロイヤルブルーの運行を続けるために、ボルチモアフィラデルフィア鉄道を建設しなければ、ならなくなった。1885年に、PRR は、ニューヨークからフィラデルフィアを経由して、ワシントン DC までの停車駅の限られた列車の、 運行を開始した。この列車は議会特急として知られるようになった。この列車の運行は拡大され、1920年代にはニューヨーク・フィラデルフィア・ワシントン DC まで列車を1時間おきに運行するようになった。1950年代初期には18両のステンレス鋼製流線系車両が ニューヨークワシントン DC 馬のモーニングコングレッショナルおよびアフタヌーンコングレッショナル、そしてボストンワシントン DC 馬のセネターに投入された。ピッツバーグシカゴ間の路線建設は、オハイオペンシルバニア鉄道、オハイオインディアナ鉄道、ホートウェインシカゴ鉄道により、1849年から工事が始められた。三社は1856年に、 ピッツバーグフォートウェインシカゴ鉄道に統合し、1859年1月1日にピッツバーグシカゴ間が全通した。ピッツバーグフォートウェインシカゴ鉄道が設立された時期から PRR の資本面での関与が強まり、1869年7月1日に公式に借り受けた。この借り受けにより PRR は北部オハイオ州及びインディアナ州を経由して、 当時発展しつつあった鉄道の拠点都市シカゴへ至る直接的な経路を支配下に収めた。しかし、1871年から1918年の間は持ち株会社のペンシルバニアカンパニーによる間接的な支配であった。1887年6月15日、ニューヨークシカゴ間にペンシルバニア特急の運行を開始した。これは客車の端部を屋根で覆って、 列車全長にわたって安全に旅客が移動できるようにするベスティビュールを初めて採用した列車でもあった。1902年にペンシルバニア特急はペンシルバニアスペシャルとなり、これは1912年にブロードウェイ特急となって PRR 史上最も有名な列車となった。この列車はニューヨークシカゴ間をフィラデルフィア経由で運行し、またハリスバーグや ワシントン DC への区間列車もあった。後に、ワシントン DC シカゴ間の列車は、独立した、リバーティ特急となった。1900年頃、PRR は急勾配区間を迂回する、貨物用の間勾配路線を複数建設した。以下のような区間がある。ペンシルバニアニューアーク鉄道は、ペンシルベニア州、モーリスビルからニュージャージー州、 コロニアまでの間勾配路線を建設するために1905年に設立された。この路線は完成しなかったが、デラウェア側の橋脚などトレントン地区においていくらかの工事が行われた。コロニアの北では別線を建設する予定であったが、代わりに既存の路線に並行して2本の線路が建設された。工事は1916年に中止された。 北東回廊における河川20世紀諸島、PRR は自社の列車の運行の電化を試み始めた。最初はニューヨークのターミナル駅周辺であった。PRR のニューヨーク側の終着駅は長らくジャージーシティにあった。ここからマンハッタン島に路線が延伸されたのは1910年のことでハドソン側に長大トンネルを掘ってニューヨークの一等地に新駅。 ペンシルベニア駅を建設し、ニューヘイブン鉄道やロングアイランド鉄道との直通運転を開始した。ここでは長大トンネルのために蒸気機関車を使えず、直流 650V 第三機乗方式で電化され、PRR の機関車とロングアイランド鉄道の電車が運行された。次の電化は、フィラデルフィアのターミナル駅周辺で、ブロードストリート駅を発着する。 近郊列車に対して、河線を使って、電力を送ることを決めた。ニューヨークの方式と異なり、25Hz1 万1000、ボルト電荷が採用され、これ以降の電荷においてもこの方式が採用された。1915年には、フィラデルフィアから、パオリまでの電荷が完成した。他に、フィラデルフィア周辺で電化されたものとしては、チェスナットヒル支線、ホワイトマーシュ、ウェストチェスター支線、 本線のウィルミントンまで、そして1930年には本線のトレントンまで及びノーリスタウン支線などがある。PRR 社長のウィリアム・アッターベリーは1928年にニューヨーク・フィラデルフィア・ワシントン DC、ハリスバーグ間の電化計画を発表した。1933年1月にニューヨーク・フィラデルフィア、ウィルミントン、パオリ間の本線同士、運行が開始された。 フィラデルフィアとワシントンの間の最初の電化、試運転列車は1935年1月28日に運転された。2月1日の上下の議会特急がニューヨークとワシントン DC の間で定期列車が電気運転となった最初で GG1 軽電気機関車が牽引した。これらの都市間を運行するすべての定期旅客列車は3月15日までに電気運転に移行した。 1928年に開始された電化プロジェクトの完成に向けて、1937年1月27日から、本線のパオリからハリスバーグまで、モーリスビルからコロンビアを通って、ペンシルベニア州エノラヤードまでの観光媒貨物路線、メリーランド州、ペリービルからコロンビアまでの貨物線、モンマスジャイクションからサウスアンボイまでの貨物線、メリーランド州ランドオーバーからワシントン DC を、 通って、バージニア州アレクサンドリアのポトマックヤードまでの貨物船の電化工事が開始された。翌年1月15日、新しく電化の完成したフィラデルフィアからハリスバーグまでの路線を初めての電気運転の旅客列車、メトロポリタンが運行した。4月15日、電気運転の貨物列車がハリスバーグからエノラヤードまで運転を開始し、 これにより PRR の東海岸電化計画が完成した。電化路線長は合計2677マイルに達し、これはアメリカ合衆国において電化されている路線の41%であった。この電化路線の一部は今でも使用されており、アムトラックが所有し運行している北東回廊とキーストーン回廊の高速鉄道路線となっている。 世界標準の鉄道として長らく繁栄を誇った PRR も1950年代以降は衰退の道を歩んだ。自家用車や航空機の発達は旅客を奪い、東部や中西部の経済的地位の低下は貨物輸送量の低下をもたらし、過剰設備の問題に悩まされることになった。東部の鉄道会社は経営の先行きに不安を抱えていたが、 その対応策として用いられたのが合併策であった。1968年2月1日、PRR は最大のライバルであったニューヨークセントラル鉄道と合併してペンセントラル鉄道を発足させた。集裁通商委員会は1969年にニューヘイブン鉄道もこの合併に加えるように要求した。インフレーション、経営のまずさ、異常に厳しい天候。 そして政府が保障していた2億ドルの運営資金融資の引上げなどの一連の出来事により、ペンセントラル鉄道は1970年6月21日に倒産保護の申請に至った。ペンセントラル鉄道の路線網は、1970年代にアムトラックとコンレールに分割された。1999年のコンレールの分割後、かつて、 PRR が運行していた部分は、おおむねーフォークサザン鉄道となった。コンレールの分割の結果として、CSX トランスポーテーションが保有することになった、旧 PRR 区間としては、1、西部オハイオ州と北部インディアナ州を通るホートウェイン線の西側、2、ワシントン DC のすぐ東側のメリーランド州のポープスクリーク市線。 3. アムトラックの北東回廊と CSX の旧、ボルチモアハイオ鉄道アレクサンドリア、延長線を結ぶかつての PRR 貨物線を北端とし、そしてポトマック側にかかる14番通り橋経由で CSX の RF&P 支線を南端とするランドオーバー支線である。PRR 以降の時代の年表、PRR は世界標準の鉄道として、 永久不変の雰囲気を醸し出す努力をしており、駅を PRR 自身のロゴマークで飾っていた写真はニューアークのペンシルベニア駅のもの1916年に PRR は世界標準の鉄道というキャッチコピーの使用を開始した。これは PRR が他のすべての鉄道が目標とする標準であるとみなされていたことを意味する。長い間、これは事実であった。 木製客車を完全に高製客車に置き換えた最初の鉄道であり、最初にベスティビュール付き列車を導入した鉄道であった。その歴史上、多くの安全、効率に関する改良を行ってきた。しかし末期にはこのキャッチコピーの使用を取りやめた。PRR は他の意味でも標準であった。PRR は標準化の初期の提唱者であった。 他の鉄道会社は使えるものなら何でも使っていたが、PRR では車両や設備の設計を試験し実験していた。正しい設計を見出したならば、これは会社全体にとっての標準とされた。これにより、鉄道には統一感があり、また費用を削減することができた。これは、その時点でメーカーから手に入るものを何でも、 小さな生産数で購入していた他の鉄道会社とは異なっていた。PRR はまた車両の標準塗装を採用した初期の会社でもあった。前述したように PRR では塗装が標準化されていた。機関車はほとんど黒に見えるくらい濃い緑に塗られていた。この色の公式な名前は能力機関車エナメルである。しばしばブランズウィックグ,グリーンと呼ばれる。 機関車の車台は黒で塗られ、トゥルーブラックと呼ばれた。PRR の客車はトスカナレットで塗られていた。これはレンガの色のような赤であった。一部の電気機関車とほとんどの旅客用ディーゼル、機関車もトスカナレットで塗られていた。貨車は独自の色で塗られ、貨車色と呼ばれた。鉄の酸化物のような赤である。旅客用機関車と客車では、 レタリングと縁取りはもともと金箔が使われていた。第二次世界大戦後はバフイエローと呼ばれる淡い黄色でレタリングされていた。等列式信号機基本的な信号源次 PRR は等列式信号機を採用した世界でも初期の鉄道である。この方式の信号機は腕機式信号機を置き換えるために設計されたものであった。 霧発生時の視認性が開発の上での要素となっていた。最大9個の電球が大きな丸い機材に取り付けられ、霧の中でも見通せる琥珀色のレンズが使われている。等列式信号機では点灯している電球の配列が意味を表している。また、1列に1個の電球が点灯しなくなっている場合であっても現時を判読できるように設計されている。 現時は三つの点灯した電球の並びで示される。この現時の並びは、上向きに動作する腕機式信号機に対応しており、垂直に並んでいるものが進行、45度に並んでいるものが注意、水平に並んでいるものが停止である。日本の中継信号機もこれと同様のものであるが、PRR では本線信号として用いられる。これに加えて、 垂直から左に45度傾けた注意とは直角に並んでいる倒列も速度制限の源氏に使われる。X 字に並んでいる倒列はメッセージとして側線に入れを表し、丸は電角間においてパンタグラフを上げようを表す。追加の源氏は主信号機の元に取り付けられた副信号機によって表示され、場所によって すべての原子を出せるか一部のみであるかが異なっている。後年、水平の停止を表す原子において、外側二つの灯火に赤いレンズがよく使われるようになり、この原子の時は中央の灯火が消されるようになった。1920年代後半から PRR は東部のピッツバーグからフィラデルフィア、ニューヨーク、ワシントン DC など高速旅客列車が運行される地域において、 パルスコード式の車内信号を導入し始めた。この方式では、信号は軌道回路によってレールを通じて伝送され、機関車に備えられた受電機によって検知され、信号源地が運転台に表示される。この技術は、その後、他の一部のアメリカ合衆国の鉄道で特に旅客列車において採用された。PRR が初導入した時には、先進的な技術であったが、 現在でもアムトラックによって使用されている。1849年に PRR の経営陣はアルトゥーナに修理工場を建設する計画を策定した。建設工事は1850年に開始され、間もなく機械工場、木工場、ンヤ工場、機関車修理工場と鉄工場などを収容する長い建物が完成した。この建物は後に、 さらなる拡大工事のためのスペースを捻出するために取り壊された。その後さらに追加の PRR の修理施設がハリスバーグ、ピッツバーグ、ミクフィンなどにも設置され、アルトゥーナ工場は隣接するジュニアタにも拡張された。発明家のアレクサンダー・グラハムベルは2名の助手をアルトゥーナ工場2875年に派遣して電話線設置の実現可能性について調査させている。 1877年5月、電話線が各部署に設置されて、お互いに連絡を取れるようになった。インディアナ州フォートウェインも PRR にとって重要な場所であった。20世紀になる頃には、この修理工場及び機関車生産工場は西のアルトゥーナとして知られるようになった。1945年までにアルトゥーナ工場は世界でも最大規模の機関車、 車両の修理、生産工場に発展した。第二次世界大戦中、アルトゥーナ工場を含む PRR の施設は、ナチスドイツの破壊工作、パストリアス作戦の標的リストに挙げられていた。この作戦は、任務を果たす前に工作員が拘束されて終わった。1875年に、アルトゥーナ工場には、PRR の車両主権部門が発足した。その後、 PRR は鉄道産業にとっての実用性を研究し試験する手順の開発において国を率いる立場となった。試験設備の使用は1968年に終了し多くの設備が撤去された。1931年頃のアルトゥーナ工場の校内図ニューヨーク州ハンバーグで展示されている I1S 型4483号。 K4S 型蒸気機関車、メリーランド州アバディーン、1944年4月26日、ストラスバーグ鉄道で運用される1223号機関車、PRR は、機関車に関しては常に保守的で、機関車の形式についてもその部品についても標準化を追求した。アメリカの鉄道の中ではほとんど唯一、自社で蒸気機関車を設計して、 自社のアルトゥーナ工場で製造した。PRR はアメリカ合衆国で蒸気機関車の生産数4位のメーカーであったと考えられている。PRR が発注する機関車が非常に多かったために外部のメーカーも利用された。必要とされる機関車の数は自社工場の生産能力を超えていた。PRR では外部のメーカーを下請けとして利用しており、 自社で設計したものと完全に同じものを製造させた。これは大まかな仕様だけを与えて、設計と製造の詳細はメーカー任せにしていた他のほとんどの鉄道とは異なっていた。外部メーカーを利用する際はフィラデルフィアにあるボールドウィンロコモティブワークスがよく使われていた。ボールドウィンは PRR にとって主要な顧客でもあり、PRR 線を利用して 原材料を入手し、完成品を出荷していた。これに加えて両社は同じ都市に本社を置いており、経営人も技術人もお互いのことをよく知っていた。PRR とボールドウィンの双方の工場とも能力いっぱいの時には、発注はオハイオ州ライマにあるライマロコモティブワークスに出された。最後の手段として、ニューヨーク州スケネクタディに本社を置くアメリカンロコモティブ、 に発注された。これはおそらく PRR にとって最大のライバルであるニューヨークセントラル鉄道をある子が利用していたこと、そしてニューヨークセントラル鉄道がよくある子に発注していたことが原因であると考えられている。PRR には機関車の設計において好まれた方式があった。例としては上部が四角いイギリス方式のベルペア化室である。 他のアメリカ合衆国の機関車メーカーではあまり例がなく PRR の特徴であった。また PRR では機関車が走行中に水を汲み上げるウォータースクープを使用していた。ウォータースクープを使うということは炭水車のうち走行中に補給することのできない石炭を搭載する部分が水を搭載する部分に比べて比較的大きくなることを意味していた。 PRR の機関車は、すっきりした外観を持っていた。本当に必要な装置だけが利用され、機関車にきちんと据え付けられていた。煙室の前には、貨物機では、丸いプレートに、機関車番号が、旅客機では、紋章の要石の形のプレートに、機関車番号が入れられていた。煙室周りは、上部に取り付けられた全明かりとその背後に設置された。 蒸気タービン式発電機以外は、すっきりと整えられていた。後年、発電機の方が保守が頻繁に必要であるため、前頭と発電機の配置場所は入れ替えられた。蒸気機関車には、形式分類が設定されていた。初期にはこれは、単純に、アルファベットの文字であったが、文字が不足する頃には、車軸配置ごとに文字を割り当てる方式に移行し、 同じ車軸配置で異なる形式のものには、文字の次の数字で区別するようになった。さらにサブタイプは小文字のアルファベットで示され、1920年代に、心臓機関車がすべて加熱式になるまで、加熱式機関車には S の記号が付けられていた。このため、例えば K4 サ型は、車軸配置4から6から2のパシフィックで、PRR で設計されたパシフィックの4番目の、 形式である。これは加熱式で記号についていない初期型に次ぐ一番目の派生系である。蒸気機関車は1957年まで運用された。PRR が蒸気機関車に20世紀半ばまで依存していたことは衰退の一つの要因となった。蒸気機関車はディーゼル機関車に比べて保守が多く必要で経費がかかり運行に多くの人員が必要であった。 また、PRR は、第二次世界大戦中機材の更新ができず、戦争終結時点で荒廃した状態になっていた。これに加えて、第二次世界大戦中及びその直後、Q1 系、S1 系、T1 型などのデュープレックス機関車や、S2 系のような蒸気タービン機関車など、不成功に終わった実験機関車に力を注いでいた。多くのライバル鉄道と異なり、 PRR では他社で大きく成功していた、車軸配置4から8から4の機関車は一両も導入しなかった。PRR のライバル鉄道会社は、この時期をディーゼル機関車の導入でよりうまく乗り切った。PRR には歴史的な配慮があり、1957年にペンシルベニア州ノーサンバーランドに代表的な蒸気、機関車を集めた線形庫を自主的に保存し、 これを数十年にわたって維持した。これらの機関車は現在ペンシルベニア州ストラスバームにあるペンシルバニア鉄道博物館に保存されている。これとは大きく異なり、ニューヨークセントラル鉄道の経営者、アルフレッド・パールマンは2両を除いて機関車を徹底的に解体し、この2両も偶然残されたものであった。1987年12月18日、 ペンシルベニア州は PRR の K4S 型蒸気機関車を州の公式蒸気機関車に指定した。保存されている2両の機関車はストラスバーグとアルトゥーナに展示されている。FF1 k 試作機関車 g g 1 k 4 8 9 5号アメリカ国立鉄道博物館ウィスコンシン州グリーンベイノースリバートンネルとニューヨークの ペンシルベニア駅の工事が進展している時期、使用される電気機関車の検討は重要なことであった。その当時、製造されていた電気機関車はほんのわずかであった。何両かの試作機関車が PRR 及びウェスティングハウスエレクトリックの技術陣により設計され、ウェストジャージーシーショア鉄道の線路で実験された。こうした実験から DD1 型が開発された。 DD1 型は背中合わせに従連にして運用された。ウェスティングハウス製の電気品を搭載した33両がアルトゥーナで製造された。85マイル毎時まで出すことができた。1910年に運用開始され、効率の高さを示した。長距離電化計画に合わせて多くの電車も設計された。最初に運用に投入されたのは MP54E1 系の93両で、 1924年までに、この形式は286両が運用されるようになった。1935年には、MP54E3 型の電動車及び付随車が43両に達し、MP54 型の各シリーズは最終的に524両に達した。1917年には試作の FF1 型が1両のみ導入され、 数年間にわたって実験的に運行された。交流誘導電動機を使用しロット駆動式で6、軸を駆動していた。14万ポンドの引っ張り力を発揮し、当時使用されていた強度の弱い木造貨車を引きちぎってしまうことがあった。1924年にはやはりサイドロッド式のエルゴ型が設計された。2両の直流機がニューヨーク地区の電閣艦向けに製造され、 またもう一両の3930号は交流機として完成しフィラデルフィアに投入された。後に21両がさらに製造されてニューヨーク向けに投入された。次なる電気機関車としては3軸の入れ替え機関車が設計され B1 型となった。最初の16両の交流機のうち2両がフィラデルフィアで14両がベリッチ線で使用され、 また12両の直流機がニューヨークのサニーサイドヤードに割り当てられた。O1 型は軽量の旅客機であった。8両が1930年6月から1931年12月にかけて製造された。P5 型も導入され、2両が1931年7月から8月にかけて投入された。 これらに続いてわずかに重くなり80マイル毎時で走り56,250ポンドの牽引力を出す P5A 型も導入された。合計89両が製造された。最初のものは箱型の運転台設計で1932年に運用に投入された。最後の28両は製造中に流線系の運転台に再設計された。このうちの何両かは貨物用にされた。 1933年に2つの全く新しい機関車が計画された。R1 型と GG1 系である。R1 型は4同軸に対して固定大枠を備えていたが、GG1 型は2つの大枠が連接構造とされていた。これらに形式と O1 系、P5A 型、それに K4S 型蒸気機関車は徹底した実験を受けた。デラウェア州。 クレーモントの近くの特別区間で実験が行われ、ほぼ2年間続いた。この実験の結果として、GG1 型が選択され、57両の製造が承認された。最初の GG1 型は1935年4月に完成し、8月までに全57両が完成した。これら初期の GG1 型は旅客用に設計され、一方、 P5A 型のほとんどは貨物用にされた。後に製造された g g 1系の中にも貨物用とされたものがある。g g 1系の総生産数は139両となった。100マイル毎時で定格4620馬力を発揮する。1999年8月26日、アメリカ合衆国郵便公社は20世紀のアメリカの 列車に関する記念33セントギッテを発行した。この記念ギッテは1930年代から1940年代にかけての5本の旅客列車を取り上げている。その中に議会特急を引く GG1 型がある。ペンシルベニア州公式の電気機関車として GG1K4859 号が選定されている。 1987年12月18日に、この指定を受けて、ペンシルベニア州ハリスバーグで展示されている。その他の電車、PRR のエンド E8 ディーゼル機関車5809号1940年代半ば、PRR はディーゼル機関車の導入を開始した。1945年から1949年にかけて、 ゼネラルモーターズの機関車部門エレクトロモーティブディビジョンから E シリーズの E7 を74両購入した。これらには PRR から EP20 系の形式を与えられた。このうち60両が運転台付けの A ユニットとされた。残りの14両が B ユニットで A ユニットから制御される運転台なしのものである。現在 A ユニット1両がストラスバーグで 生体保存されており、500両以上製造された E7 の中で唯一の保存機である。さらなるディーゼル機関車として、ボールドウィン製 DR-12 から8から1500に、通称センチピードが24両導入され、BP60 型とされた。この機関車は信頼性の問題からすぐに時代遅れとなった。こうした機関車は補助的な運用に回されることになった。 1948年には DR-6 をボールドウィンから27両購入した。これらの機関車は PRR では BP20 型となった。当初は旅客用とされたがトラブルが多く BF16Z 型に再分類されて貨物用となったものもある。1950年から1952年にかけて PRR は エンドからさらに74両を購入した。これらは E7 の後継の E8 であった。これは全て A ユニットであった。PRR では EP22S 型に分類された。現在2両が胴体保存、他社塗装になったものを含めて10両以上の E8 が生体保存されている。ニューヨークセントラル鉄道の20世紀特急に 対抗して1912年に登場したニューヨーク、シカゴ間の優等列車。PRR は、シカゴとニューヨークという二大都市を持ち、ニューヨークセントラル鉄道というライバルがあったことから、優等列車の運行に熱心な鉄道会社であった。19世紀末、ニューヨークセントラル鉄道は、ワグナーパレスカーカンパニーという独自の信頼者会社を保有していたため、両の競争は、 プルマン社とワグナー社という二大信頼車会社の競争であった。19世紀末にはプルマン信頼車のみで蘇生された優等列車ペンシルバニア特急を登場させている。19世紀末、ワグナー社はプルマン社に吸収され、信頼車に関しては確立化が進んだが、列車速度や総合的な列車のデザインを競い合うようになった。こうした流れの中、 生まれた列車がブロードウェイ特急で食事や理髪のサービス、列車秘書の乗務などで当時のアメリカの優等列車の中でも最高水準のサービスを提供していた。ブロードウェイの名称はニューヨークマンハッタンの劇場外、ブロードウェイにちなんだものではなく、運転区間が最重要幹線かつ複々線であったことに由来する。二十世紀特急と同様、鉄道の衰退に伴い、 サービスの水準は徐々に低下したが、ブロードウェイ特急の名前は長らく残り、1990年代までニューヨークシカゴ間を結ぶ列車として運行を続けた。ニューヨークとワシントンを約3時間最高速度時速 200km 運転を目指し、電車列車として登場。日本の新幹線に刺激されたとも言われている。PRR 時代に計画され、 専用車両のメトロライナー電車も製造されたが、運転開始は、ペンセントラル鉄道発足後の1969年となった。同社の倒産後はアムトラックが運行する。1980年代前半には、電車の故障が頻発し、列車名はそのままに、電気機関車客車に置き換えられ、アセラエクスプレス登場により2006年に運行を終了した。 ブロードストリート駅ボルチモアのペンシルベニア駅 PRR は単独であるいは他の鉄道会社と共同で大都市に大規模旅客駅を建設していたこうした壮大な駅は PRR の膨大な旅客輸送網のハブとして機能していたこうした駅の多くは現在でも使用されておりアムトラックや地域の旅客鉄道が運行しているブロードストリート駅は PRR が建設した大きな旅客駅で最初のものである。1881年に開業し、1890年代初期にフィラデルフィアの建築家フランク・ファーネスにより大きく拡張された。その存在期間中、シティホールと並んでフィラデルフィアの最も重要な建築であり、30年間にわたって91メートル幅のトレインシェットは世界最大であった。 フィラデルフィアの都心に置かれた PRR のターミナル駅であった。1953年に全ての運行を30丁目駅に移転して廃止となった。ボルチモアの中心駅で建築家のケネス・マーチソンの設計により1911年にボザール様式で建設された。アムトラック及びマークの通勤列車が使用している。駅へのアプローチは両方ともトンネルで、 南側にボルチモアポートマックトンネルが、北側にユニオントンネルがある。シカゴのユニオン駅ニューアークのペンシルベニア駅 PRR がミルウォーキー鉄道やシカゴバーリントンクインシー鉄道と共同で建設したのがシカゴのユニオン駅で鉄道の駅として使用され続けているシカゴの古い駅としては唯一である。シカゴにかつてあった6つの旅客駅の内田は、 解体されるか改造されて他の目的に使われている。グラハム・アンダーソン・プロブスト・ホワイトの設計でボザール様式である。ニューアークのペンシルベニア駅はマッキム・ミード・ド・ホワイトの設計で重要な建築であると考えられている。1930年代に PRR の北東回廊のインフラストラクチャーとして建設され近年改良された。アールデコ様式と ネオクラシカル様式の混合である。アムトラックの列車のすべてが止まり、ジャージー式とマンハッタンへのパストレインと、ニューワーク地下鉄の3本の通勤列車が使用している。ニューヨークのペンシルベニア駅のメインエントランスフィラデルフィアの30番通り駅ワシントン DC のユニオン駅当初のニューヨークのペンシルベニア駅は、有名な設計事務所、マッキム・ミードホワイトによって古代ローマの カラカラ浴場をモデルとして設計された。巨大なトレインシェットと壮大な高いアーチ天井の旅客ターミナルで知られていた。この建物は鉄道の衰退機に再開発のために解体された。ニューヨークのペンシルベニア駅はニュージャージー州側からフェリーに乗り換えずにマンハッタンに直接乗り入れるために1九百十年に建設され、PRR 自身の列車と PRR の 子会社であるロングアイランド鉄道の列車が乗り入れていた。1963年の駅舎の解体に際しては、プラットホームや番線には影響が及ばず、一部の階段も残されている。フィラデルフィアの30丁目駅には、堂々として伝統的な建築様式の巨大な待合室と入り口がある。建築的には明らかに古典的なものだが、実際にはモダンや、 r デコが流行っていた1930年代に建設されている。都市間輸送や近郊輸送を増加に対応するために建設された。地理的には32番通り駅を、機能的にはブロードストリート駅を代替している。現在はフィラデルフィアの中心駅で長距離列車と通勤列車の両方が発着する。ワシントン D.C. のユニオン駅は、 ボルチモアハイオ鉄道と共同で建設されたもので PRR のワシントン DC における旅客輸送のハブとしてまたボルチモアハイオ鉄道及びサザン鉄道との接続駅として機能した。駅は建築家ダニエル・バーナムの設計で1908年に開業した。リッチモンド・フレデリクスバーグポトマック鉄道が約100マイル南にある。 バージニア州リッチモンドへとつながっており、ここで大手の南北連絡鉄道でカロライナやジョージア州、フロリダ州などへ運行していたアトランティックコーストライン鉄道やシーボードエアライン鉄道に接続していた歴代の PRR 社長を以下に示す。PRR の CEO、ありがとうございます。